皆さんこんにちは、花水希です。今日もご覧いただきましてありがとうございます。先日採卵周期が終わって次の移植周期に向けて今はお休みの1ヶ月を過ごしているような状態です。先日の採卵周期では PGTA 検査というものもお願いをしていて、でその結果が出たタイミングで検査費用とあと採卵の費用とまとめた金額がクリニックから請求されました。診察に行くたびにお支払いもしていたので実際はもっとかかってはいるんですけど、その金額が約50万円でした。まあ50何万円っていう感じだったかな。でその、まあ、検査結果を聞きに行ったタイミングでお支払いはしたんですけど、いやー高いですよね不妊治療が保険適用になって本当に治療しやすくなってる人もたくさんいると思うし、始めるきっかけになった人もたくさんいると思うんですけど、なんかその検査だったりとかあと薬使ってる薬によって保険が適用できませんっていう項目が結構多くて、私の場合は結構それに引っかかることが多いので、移植するときに使ってる薬のせいで今は採卵も移植も全部実費費用になっています。だからね、なんかその保険適用になる前に今使ってる薬とかは使ってなかったので、どこまで補助が入っていたのかっていうのはわからないんですけれども、でも保険適用になってからは全然その恩恵を受けられてないし、むしろ出費が多くなった感じがしています。なんかクリニック側での支払い方法っていうのも以前と変わっていて、保険適用になる前は採卵でかかってくる費用を先に前払いで振り込みをして、で多かったら返金になるし、足りなかったらまた追加で支払うっていう方法をとっていたんですけど、保険の適用になってからはその都度自動精算機でお支払いをするようなシステムに変わっていました。でその今回50万円の請求が来た時に、次回クリニックに来た際にその時の会計と一緒にお支払いお願いします50万円ですっていう風に来てて、いやこれどうやって払おうかなっていう風に思って、クレジットで50万切ってしまうと他の支払いが結構大変になってしまったりとか、かといって現金で持って行って自動精算機でこうお札をこう入れてくっていうのもすごい時間かかるし恥ずかしいしっていうふうに思って、クリニックに振り込みにできないかっていう相談の電話をしたんですけど、自動精算機での支払いが難しければ受付でお預かりすることもできますっていうことだったので、結局現金で持っていくことにしたんですけれども、いざクリニックに行って支払いをするときに結局は自動精算機でやったんですね。でもこのね、下ろした時に入れる銀行の白い袋あるじゃないですか、あれから札束取ってこうやって1万円を何枚も自動精算機に入れて、なんかもうこんなにお金かかってんだなってすごい実感するタイミングでした。なんだかなーっていう感じでした。しかも、その不妊治療の支払いもあったし、年末でふるさと納税の支払いもあったし、あとお互いの誕生日が12月なのでその出費っていうか、それでもお金ちょっと使ったし、年末のあれこれもあるしで結構出費が重なっていて、まあ夫婦会議ですよね。このまま同じ生活をしてたら家計が厳しいっていう話になって、だから2023年の目標は、まあ、お金を貯めるです。節約をするじゃなくてお金を貯めるっていう目標にしたんですけど、不妊治療するから今の生活水準をこうグッと下げて毎日節約節約っていうのもなんか違うなって思うので、
ほどほどに節約をしてお金を貯めるっていう目標にしました。不妊治療してるとやっぱりご褒美とか楽しみとかも絶対必要だと思うので、楽しみつつほどほどに節約をしてお金を貯めたいなっていうふうに思います。お金お金っていうのも嫌なんですけど、でも不妊治療していく上ではやっぱり真正面から見つめ直さないといけないところではあると思うので、そこはしっかりと把握しながらやりたいなと思っています。多分みんな大変ですよね、お金は。もうちょっと補助的なのがあったらいいなってちょっと思うんですけど、はい、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。